はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。私の大好きなピアノ、エンペラーピアノですね。エンペラーとかメルヘンとかカワイとか全部一緒なんですけどね、名前が違うだけなんですけども、だいたいエンペラーとかメルヘンっていうのはとってもデザインがいいんですよ。そのいいデザインのピアノが入ってきたということですね。見てください、こちらです。エンペラー皇帝ですね。すごい名前ですね。はい、このワインレッドの大型譜面台、本当に大きいでしょう。大型ですから、これは楽譜がですね、2人分、3人分置けるっていうね、ものです。で、足がこの猫足。素敵ですね。素敵な猫足。で、色がもうワインですから、素敵です。本当にこのカーブがね、とても素敵ですよね。で、鍵盤はこれ人工造形で、色がちょっとね、黄色っぽくなってます。これを綺麗にね、磨きをし直したいと思います。蓋の上、ほとんど傷ないですね。大事に使ってられたと思いますよ。はい、カワイデラックス、デラックスどっかで聞いたことありますね。はい、MI808M 製造番号は2086162ですね。中の状態結構綺麗ですね。いい状態ですね。あ、この方はね、弱音装置よく使ってありましたね。こう色変わってるでしょね。使ってはったにも分かります。ハンマーの状態です。はい、普通に使ってたらつく程度のね溝になりますね。はい、こういう状態です。じゃあ、音をいつものように聞いてもらいましょう。低音からです。見事に狂ってますね。届いた直後ですのでごめんなさい。はい、これがまた良くなるんですよね、この後にね。はい、ちょっと狂ってるのでちゃんと曲は弾けませんけど。